第6節水の状態変化と体積。状態変化と体積の関係は分かったでしょうかこの節では、水の状態変化について学びます。水もこれまで学んだような変化をするのでしょうか問い一をやってください。 前の説では、固体の時に体積は一番小さく、気体の時に一番大きくなり、液体の体積は固体より大きく、気体より小さいことを学びました。問いにをやってください。ジュースの缶を冷凍庫に入れておくと、 大きく膨らんだり、悪くすると破裂してしまいます。また、寒い地方では、水道管の水が凍って、管が破裂することがあります。それは、氷の体積が、水の体積より大きくなるからです。さて、前にそれぞれの状態を人間の動きに例えました。 固体は手をしっかり握った状態。液体は手を離し、ゆっくりそれぞれの周りを歩いている状態。気体は盛んに走り回っている状態。水が氷になると固体になるのですから、粒子は強く引き合い結びつくのですが、それが図のように 手を大きく広げて隙間を作るように結びつくのです。図にするとこんな感じです。それで水よりも氷の方が体積は大きくなります。そのためジュースの缶や水道管が破裂するのです。問さんをやってください。 水が氷になると体積は約1.1倍。水蒸気になると約1700倍になります。問い4、問い5をやってください。これでこの説の説明を終わります。